はい、こんにちは、ジャンゴです。今回キャップゼロの動画なんですけど、あのね、このね、優秀選手ガチャね、あの期間内に引くとは思いますっていう話をしてたんだけど、ちょっとね、まあね、ピックアップの中にちょっと引きたくない選手がいるなというところで、やっぱりやめとこうかなってなっちゃったんですけど、まあ何かっていうと、技能持ちでない古い方のね、立花兄弟が普通にね入ってるんですよね。これ兄弟で入ってるからな、ちょっと外れ枠が多い気がするんだよなってことでね、ちょっとねこれね、優勝3000を使って確定で引くにはちょっと厳しいかなと思ってるのと、あとね、今ね、体力パックみたいなね、ちょっとお得なパックがないので、やりにくいなと思ってたのと、などがあって、ちょっとね、引かないことにしました。はい。でね、これね、優秀選手ガチャなんだけど、明日のメンテまでで終わりになってるんですよね。で、立花兄弟のガチャも明日のメンテまでで終わりなんですけど、立花兄弟のガチャが明日のメンテで終わりなのは、まあイベントがね、明日のメンテまでなんでわかるんですけど、もう一人のストライカーは来週まであるのに、ガチャは終わりにしちゃうってことは、もう一人のストライカーの特攻で優秀選手系のガチャがまたメンテの時に来るんじゃないかなという、予測ができたので、ちょっとそっちに期待したいかなと。これね、イベントの期間は来週なのに、ガチャ17日までになってるんだよね、優秀選手。だからね、ちょっとね、まあこれ系のガチャがまた明日から来るんじゃないかなと。いうことで、ちょっと、様子見で、明日のね、夕方以降にガチャの方は考えようかなと思いますっていう話を、今回は動画にしましたという感じかな。でね、このね、今朝の、まあ、無料で引けたね、普通のレアガチャのやつから、実は星さんの佐野くんが出たので、コンビプレシュートの EX が手に入ったってことでね、ちょっとね、佐野と慈瞳をね、使ったリーグ戦の動画とかもね、上げてみようかなっていうのは思ってるんですけど、まあ今回に関しては、優秀選手ガチャ見送りますって話をしつつ、まあレアガチャがね、20枚もあるので、これを引いていこうと思います。はい。まあね、次のガチャ次第ではね、何か、まああとね、もう15日、16日とかなので、ゼロ祭りでね、技能持ちの、若島津くんに期待したいかなっていうね、もう一回ね。っていうこともあるので、まあ、技能持ちのキーパーやっぱ欲しいですよね、今の段階だとね。なかなか普通のキーパーよりも強いはずなので、その辺引けてないのがちょっと痛いかなという感じですかね。で、まあ話しながらレアガチャ引いてますが、ずーっと星2で、続いてますね。ちょっとね。なかなか星さんは出ないかな。まあ20連したらね、1回ぐらい出てほしい気はするんだけど、ここで折り返しかな。10連しましたが、空振りと。まあ、高杉反町って、おー、来たかー、来た、よし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 。いや、でも、限界突破が進む。どっち？あ、これ嬉しい方じゃない？今使ってる方かもしれないな。限界突破が進むね。あ、これは当たりでした。ありがとうございます。そして、あ、まあ、レアガチャでね、チケットで出てくれるなら、すごい嬉しいところじゃないかな、今のは。よし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 、若島津が少し硬くなる。
あ、これは結構嬉しいな。さあ残り3回4回か。これで残り3枚だから、まあもう1回ぐらい出てくれるか。おっと、それあーダメだ。さすがに甘くない。お、何？おし、おし、おし、2枚。よしよしよし、20連で2枚ならと思ったけど、数を。いやー、わかんないんですよ、家族。君たちの見分けはつかない。はい、ラスト。おし、何？マジか。あれ、すごいぞ、なんかレアガチャ。あー、松山くんか。まあでも小学生ばっかりか。これは荒々しいやつ？荒々しいやつだ。ってことで、からかな？うん。これ今引けば出るんじゃないの？無償のやつ。うわー、無駄遣い。いや、でも出そう。出るだろ、これ。こんだけ。おい！出るでしょ、今の流れなら。無駄遣いしちゃったー。くっそー。あー、ダメだ。はい、ってことでね、まあ、ちょっとね、勢いで、まあ、優秀選手ガチャのね、無償で引ける分をね、引いてしまいましたが、ちょっと無駄遣いだったかな。はい。でね、今ね、チーム編成で、まあ、ガチャ引く前に言ったみたいに、コンビプレシュートがちょっと手に入ったので、ベストメンバーの方にね、佐野くんを入れてみました。シュート技ないのに下枠がシュートだったんで今まで入れてなかったんですけど、ちょっとね、シュナと入れ替えたんだけど、どうかな。はじめね、ソリマチくんと佐野くんをチェンジしてこういう感じで使ってたんだけど、まあやっぱりね、まあヒューガくん、若島津くんの能力 5% アップはでかい気がしたので、ちょっとシュナと入れ替えかなと。いう感じで今は使ってます。でね、ここもね、迷うんだよね。佐野と慈瞳を使ってるから、まあ、テクニックの能力 10% アップと、まあ、佐野慈瞳の能力 5% アップの、佐野くんのスキルを使ってるんですが、まあやっぱりキーパーに補正がかからないので、そういう意味では、シュナイダーのね、全属性全能力 5% アップの方がいいのかもしれないなっていうね、ここどうかなっていうところは迷ってるんだよね。ただまあ佐野くん入れるなら、ここもね、あの代表児童じゃなくて、佐野とのコンビプレイのね、あの巨漢っていう方のね、技能持ちの児童くんの方がいいだろうってことで、ここも入れ替えたので、そうするとね、テクニックの選手が多いから、やっぱ本気のプレイでいいのかなと。まあ、テクニック、ディフェンス全員テクニックの、ピエナポと、佐野くんと、ヒューガくんがテクニックだから、テクニックじゃないのは、まあ、若島津くん、翼くん、木杉くんと反町くんなんだよね。まあ、翼くんに関してはね、こっちが引けたらね、なおさら強くなるんだけどね、中学生王者、小空翼くんとか、そうだね。まあ、それぐらいか。木杉の方はね、代表木杉と入れ替えれば属性的にはいいんだけど、やっぱり技能持ちの方が強いと思うので、ってところかな。あ、ここ欲しいな、テクニックな。やっぱ反町くん、いいですよね。あ、うわ、どうしよう。バカだな、やめとけばいいのに。引いちゃいそうになってるよ。そうか、この二人もテクニックなんだな。なかなかそれは魅力だな。
ちょっとね、優勝は引かないけど、無償はじゃあ、行っちゃおう。出て、あー、出ないかー。これダメそう。ちょい飛ばそう。うわー、くっそー。なーん、ダメだ。そうですか。ってことでね、まぁ、ちょっと優秀選手ガチャは結局無勝分をね、引けるだけ引いちゃったんですが、空振りでした。ということでね、ちょっと佐野くんと喋ってること被ってたんだけど。うん。まぁ、またね、佐野自とちょっと、技能持ちの方に入れ替えてみたので、リーグ戦の動画とかも撮ってみたいなと思いつつ、まあ今回はね、レアガチャ20連プラス、優秀選手ガチャ20連という形で、動画は終わりにしようと思います。では、ありがとうございました。レアガチャからは結構出た。